はい、シンシンです。今日はですね、セカンドストリートで発売されているこちら、真鍮製のちょっといいアルコールストーブの、開封と、まあ、実際に使ってみた感想などを、動画にしてみたいと思います。シンシンチャンネル。では早速開封していきたいと思います。値段はね、990円で、税込みが1089円になってます。で、後ろを見てみると武田コーポレーションさん製になってます。で、材質は真鍮、いわゆるプラスですね。で、ステンレス、これなんて読むやろな、いつも思うんだけどな、と天然ゴムになってます。では開けていきたいと思います。ここに書いてるのは重量約108g で、使い方は簡単、微調整蓋付きってなってますね。今現在ワッツから、アルコールストーブ、真鍮製のアルコールストーブが出てるかと思うんですけども、製品自体は蓋を除けばなんかほぼ同じだそうで、こちらはその蓋付きっていうようなものになってますね。で、中にはこのように、取り扱い説明書も入っております。丁寧になりますよね。前のこちらにあるキャンドゥさんの、アルコールストーブで僕は火傷をしたんですけれども、それに比べるとこんな風にしっかりと、取り扱い説明書が入っております。で、いいですね、このピカピカな感じ。トランペットと一緒な感じですね、これ。いわゆるブラス、トランペットとかドラムのシンバルとか、そういったものに使われてますけど、よし、やった、ピッカピカですね。じっくり見てみましょうか。近くで見てください。どうぞ。こんな感じになっております。これね、 S ビットタイプのアルコールストーブですよね。はい、開けてみたいと思います。と、俺だ、シンシンチャンネル。これがね、消す蓋にもなってるんですよね。これ非常に良いかと思います。で、あとこれを、ずらす、ここを持ってはずらしたらダメか、ここをちゃんとこうしないとダメか。はい、これでいい感じで、シンシンチャンネル。こんな感じでずらすことができます。結構硬いですね、最初だからか。そこがだいぶ硬いな。ここを持ってね、こうずらすと、もうこれが取れますね。こんな感じになってるので、ここを持って、左右にずらしていきましょう、というような感じですね。硬いな、ここ、本当に。で、こんな感じになってます。開けていきたいと思います。はい、こんな感じ。いいですね、やっぱり綺麗だな。中身はこんなに綺麗、ピッカピカ。さすが、ちょっと根も張るだけあって。でもこれだけで550円だとしたら、だいぶコスパがいいですよね。武田コーポレーションさんは、と、そのね、100均の、そのタッグを組んで、製品を世の中に出すっていうのは、すごい、こう、僕たちにとってはありがたいものになってますね。こんな感じです。いいですね。これが、トランギアの、アルコールストーブになります。こんな感じ。ここはね、非常にちょうどいい硬さなんで、開けやすいんですよね。で、蓋を取るとこんな感じ。まあ、中はね、空気があまり触れないので、綺麗な状態になっておりますが、見比べていくとこんな感じですね。はい、では蓋から見てみましょうか。右がトランギアで、左が、武田コーポレーションさん製のものになっております。中には同
同じようなパッキンが入ってますね。この蓋をこちらにつけれるかどうか。つけれましたね。全く同じ径、ここの一緒ですね。いいですね。いいかどうかわからないけど、だから、ね、これもこっちに合うでしょうっていう。はい、ぴったり合いましたね。全く同じものを見て作ってるような気がしないでもないですよね。じゃあ次こっちを見て見比べていきましょうか。左が武田コーポレーション製の、セカンドストリートで販売しているアルコールストーブ、右が、トランギアのアルコールストーブになってます。アルコールバーナーっていうのかな。はい、こんな感じですね。見た感じ、作りはほぼ一緒。ただ綺麗ですね。やっぱりピカールとかそういう研磨剤とかでこれを磨くと、すごいこれぐらいピカピカになりますので、まあでもこの風合いがいいっていう方もいらっしゃるので、まあ、その辺は好みによってメンテナンスをすればいいんじゃないかなと思います。でこれがパチッと、いいですね。いいですね。こんな感じで蓋を消火する。でもはい、消火できますね。もういいか、はい、こんな感じになってます。この本当手がいいですよね。こうできるっていう、さすがにね、ここに熱い炎をねこうするとよろしくないので、何かしらねペンチでつまんでねこうやってやったりとかするといいですよっていう。はい、これをいきまして、で、左がキャンドゥから出た伝説のアルコールストーブですね。330円で売ってましたけども、中に入れるね燃料がね少なかったりとかするとね、気化したガスがねここの中に溜まってね、ボッとね逆流してね、ここからねブワッてなる。前にそういう動画アップしますので、まあ、よろしければご覧ください。危険ですのでしっかりと、こちらをこの辺までちゃんとアルコールを、溜めて使うか、一旦フフフとかして気化したガスを一旦逃してから点火するようにすると、とてもいい、アルコールストーブになってます。こんな感じです。はい、こんな感じで僕が持ってるアルコールストーブは、出揃いました。それではですね、点火してからそのどれだけ長持ちするのとかっていうのはもう他の動画でもたくさんやってるかと思いますので、その辺は省きまして、とりあえずどんな感じで燃えるかっていうのをやっていきたいと思います。量はね30ミリぐらいを目安に入れていきたいと思います。30だからどうだ、10、20、30、はい、30、暗いバージョンの30。おっと、大噴火を起こしておりますね。続いて真ん中のセカンドストリートが、これね、あの炎が、まあ、よく燃焼して青白く、燃えてるんですけども、トランギアの方はね結構オレンジ色で燃えてるんですよ。でこれってなんかあのトランギアのホームページだったかな、何かで読んだんですけど、炎が見えないと危ないので意図してこれぐらいの色になるようになんか作ってるみたいです。ソースがねどこやったっけな、どこかにあると思うんですけど、
だからこう燃焼しきれてないからオレンジ色っていうような意味合いで捉えるんじゃなくて、ちゃんとあの見やすい炎として使いやすいですよっていうようなことも含めて考えられたあのアルコールストーブだそうです。何で読んだかな、ちょっと忘れましたけど、青い炎も見えやすくするためにちょっと電気を薄暗くしたいと思います。はい、このような感じで燃えております。これはね、今現在はもう本当に部屋の中はテレビの光だけです。あとはもう電気は真っ暗にしておりますので、っていうかですよ、セカンドストリート武田コーポレーション武田コーポレーション製のアルスト、いい感じですね。はい、ちょっと電気をつけたいと思います。まあ青い炎がちょっと見えるぐらいにしてます。ストップウォッチの方は今は4分50秒もうすぐ5分経とうとしております。おっと、トランギアさんが中からの炎が若干なくなったように見えております。おっ、ポツポツ言い出したのでもうガス欠の感じでしょうか。ああ、トランギアさんがもうだいぶ弱まってきましたね。あっと、ここでトランギアさんがもう息絶えそうな感じです。今現在はね、この筒の中だけで燃えておりますが、あーっと、鎮火しました、鎮火しましたね、これ。トランギアさんが約9分、まあ8分50秒、約9分ぐらいですかね、持ったのが。いやー、セカンドストリートさんのアルコールストーブは、なかなかいい感じの炎の出具合をしておりますね。これ、ちょっと使っていって風味といいますか、その、ね、なんか味が出てくると超可愛くなっていきそうな気がしますね。お、シューシューとキャンドゥさんの方から音が聞こえます。あーと、ここでキャンドゥさんのアルストが鎮火、約10分。すごいですね、同じ 30ml なのにこんなに違うっていう。お、セカンドストリートの方ももうぼちぼち消えかかりそうな感じです。はい、というわけでセカンドストリート11分30秒になりました。というわけで第1位がセカンドストリート、そして第2位が、キャンドゥの、アルソー、そして3位がトランギアのアルソーになりました。ここにね、穴が開いてるんですけども、穴の大きさがね、すべて均一で、同じ等間隔で並んでるんですけど、このアルスト、S ビットの方、S ビットがそうなのかどうかはちょっとわからないんですけど、大きい穴、ちっちゃい穴、大きい穴、ちっちゃい穴、大きい穴、ちっちゃい穴っていうことでぐるっと回ってるんですね。その辺がなんか左右されてるのかな。あとは、このね、蓋と調整とかもまあやっていきたいなと思うので、まあ、この後やってみましょうか。で、これおすすめしませんのでお気をつけください。少ないアルコール燃料でアルコールストーブをやると、気化した、混合気がですね、この筒の中に溜まって点火するときに爆発しますので、まあ、小爆発しますので、おすすめしません。まあ、それはメーカーさんもそのようにやってます。なのでちょっとガスをなくしまして、火もちょっと遠いところから点火したいと思います。点火できました、点火できました。はい、それではですね、ちょっと火力
く調整蓋を。やっぱりねこの取っ手がいいですね。とてもいい。使いやすい。なんて言ったって火がね近いとやっぱりね熱ってなってとかするんですけど、そういう時にこれやっぱりちょっと考えられてこのようになってるんですかね。でその点こっちに関してはまあこのような感じで最初して徐々にこう蓋を閉じていったりとかするといいかもしれませんね。ではこれ、はい、じゃん。で次ガチャン。あ、しまった。ここから曲げるには曲がらない。そういえばこっちはね僕ね柔らかいんでねこんな感じで調整できるんですよ。半分ぐらい閉じてみました。こっちはね硬いんでねできねえな。これぐらいにしました。いいですね、調整蓋はいいですね。でもこんな感じで軽く止まる方がいいですね。というわけで、今回は、セカンドストリートから武田コーポレーションさん製の、アルコールストーブが発売されてるよっていうことで、動画にして残してみました。よろしければグッドボタン、あとはチャンネル登録もよろしくお願いします。まあ、こんな感じの動画とか、ギターとか、ゲームとかいろいろやっておりますので、また新チャンネルよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。